ニューピアノスタディレパートリー2の、8ページ、9ページ、3、ブンブンブン、これを弾きます。上の2段を弾きますね。で、3段目、これは先生が弾くので、これちょっとなんかちっちゃいなと思う、この3番目のこの音は弾かないでください。これは後から先生が伴奏で弾くので、皆さんが弾くのはこのトーン記号ね、これ右手、で、これ左手です。ちょっとわかりにくいですけど、またこれのトーン記号、こことここね。で、こことここという感じで弾いていきますので、一番最初にまず、どういう曲かね、まあ、曲皆さんご存知ですけれども、どんな感じか、ちょっとお手本の演奏だけ弾きますね。最初から両方弾かないようにしてください。これはあくまでね、お手本ですので、まず聴いてくださいね。じゃあ最初から、全部ね、両手で弾くというのではなくて、まず片手からですね。で、最初は、この右手のレドシのここのところですね。で、ここをちょっと皆さん、ドレミで言ってみてください、これね。ドレミの音はね、このトーン記号のこのドっていうのは真ん中じゃなくて、もう一個向こうのこっちね、高い方ですね。ピアノってね、これ本当平坦じゃなくて、こういう風に階段と思ってください。こっちが低い。こっちが高い。だから、楽譜が、ね、これ真ん中辺のドじゃなくて、ちょっと階段上の方にズンズン上がって線がいっぱいあるところのドだと、こっち階段上がって、ここのドだと思ってください。なので、3本あったら、その上にあったらこれドですね。3本の上はドって言ってください。はい。3本の上はドです、これね。で、音符を読むのが苦手な人は、同じ音をね、ドばっかり、ドばっかり探す練習とかをするといいです。ちょっとやってみましょうか。このドと同じドはどこにあるでしょうか。白丸でも黒丸でも同じですからね。これ違いますね、これね。3本の上。これ2本の上だから、これラだから違いますね。線の、これですね。1、2、3本の上に乗っかってるね。1、2、3本の線の上にコポンと乗っかってるのが、これがドですね。2段目いきましょうね。3本の上にあるのは、これがド。1、2、3本の上。これがドですね、これね。で、ラシードの、これ、このド。ここにもあります、ド。ここにもありますね。こういう見つける練習をよくやってください。この中でドはどれでしょうか？ 3 本の上にあるドは、これ。ね。はい、次のドはどっか探してください、これね。これね、3本の上はド。ね。こういうふうにやるとね、ドは、どういう線だったかもう覚えちゃいますので。次にラを探しましょうか。ラも線の上だから分かりやすい。線が2本、2本あって、2本の上ね。2本の上はラって言いましょう。はい。2本の上はラね。はい。同じラはどこでしょうか。ここです。ね。これラですね。2本の上だったらラですよ、これね。3本はさっきどうでしたか、これ違いますね。2本の上がラ。これもラ。これがラですね。その次、これラですね。さあ、この中でラはどれでしょうか。2本の線の上に乗っかってたららです。これ。で、これ。ね。こういうのはちょっと見つけてください。これね。まあ、ラとドが覚えてれば、あとはその間なので、ね。ドの上は何でしょうか。ドの上の音は、レですよね。で、レ、ド、ドの下は、シ。ね。最初は、歌おうとしてなくて、レ、ドって機械的に言うだけでいいですので、レ、ド、シ。2本の上何でしたっけ？ラ。ラの上は、シですね、これね。ね、ドレ、わかんないと、ドレミファ、ソーラ、シ、ドと数えたらわかります。ラシド、ね。ラシド。これさっき出てきました、これ。ラ。ね。ラシド、ラ。ラの下は、そうですね、これね。じゃあ、ここまで皆さん言ってください。機械的に言うだけでいいですからね。この音はドの上だから、レ。これはド。これはシですね、これね。2本の上は、ラシド。どんどん上に上がってますよね。ラシド。これはシじゃありません。これは、これと同じだから、ラ。
で、ラの下はソを思いましょう。うん。次いきますね。これもパッと見てね、シは難しいかもわかりません。この隣わかりますね。3本の上がドって言いましょう。はい。3本の上がドだから、ドの下は、ドの下も下だからシードボーって言ったのね。シード。ドの上は、レ。ね。シードレ。はい。これはどれと同じですか、これは。ここの線を探します。これ。シです、これ。ね。うん。どれもこう線がこうありますね。線があるところですが。ここで線がないわね。じゃあ言いましょう。シから。はい。シードレシ。はい。シの下は2本あって、これはラ。ね。で、ラからまた階段上がると、ラシド。これと同じだから、ラ。次も同じですね。これは、シドレシ、ラシドラ。ここの答えとここの答えは同じなんです。これ、ね、ちょっともう一回行きましょうか。こう、シからね。シ、シの上は、ド、ドの上は、レ。これはこれと同じ。シですね。シドレシ。はい、これは何ですか ?2 の上は、2本の上は、ラ。ラの上、シ。シの上は、ド。さっきと同じ、ラ。うん、次ね。し、ど、れ、これと同じ。し、ら、ら、らの上。し、しの上。ど、これと同じ。ら、ね。しどれしらしどら。しどれしらしどら。このぐらいスラスラ言えるまでね、こう一番難しいところです。こう何回も何回も読んでください。ピアノが上手になるにはもう、まず読むことがもう簡単になること。ね。難しければもう全部読むんじゃなくて、難しいところだけ、ここだけ10回とか。読むだけとか、そういう風にやってくださいね。どうしてもそれでも読めない人は同じ音を探すだけの練習、指さすだけの練習っていうのをよくよくやってください。もし弾く時間がない人は読みだけでもね、そか音を探す練習とかだけでも毎日やってもかなり弾けるようになりますので。で、最後のこれはどうと一緒でしょう。このレとシ、これ。これと同じです、これ。ね。これと同じなので、レ、ド、シですね、これね。で、2本の上は、ラーから上がってますね。ラーシードーラソね。ここまで読みがスラスラできてから、弾くようにしてくださいね。まだちょっと読めない人はこれをまず、今動画ちょっと見ないでちょっと読む練習を先やってくださいね。で、まあそれできたとして、次に移ります、ね。じゃあこの右手を弾きますね。このレがどこのレかを考えます。結構線の上です。高いレですので、真ん中のレじゃありません。これね。みんな、ピアノ階段と思ってる。こっち側の例です。ここ。でだけども、ここが、ね、こういうふうに親指ここに置いちゃうんじゃなくって、いつもね、間違うなら数字先見てくださいね。5の指がレって言ってください。せーの。5の指がレ。この指ですね、これね。1、2、3、4、5だから。5の指、小指です。小指がレですよって書いてますので、ここに例を置きますね。こんなふうに引かないので、ここ並べて、あとはこの順番通り。そうすると親指がそうなりますね。そのポジションです、これね。では、レ、ド、シ。ね、これを皆さんも一緒に弾きましょうね、これね。ここのレじゃありませんからね。ここに真ん中ドがあって、次のドがあって、ここのレ。ここに皆さん小指置きましたか？小指ね。あと順番並べたら、お父さん指、親指がね、そうなるはずです、ここね。じゃあ、ソラシドレの順番をこう並べた状態で、じゃあ、一番最初から弾いていきますね。一緒に弾きましょうか。このレね。で、弾くときに、こうやって手が低くならないようにね、ここにツンツン、ここにね、こうボール置いてるつもりしてください。こうね、あんまこう弾くときこうなってしまったり、指が伸びてしまわない。全部丸くね、小指も丸くですよ。じゃあ、いきます。一番最初からね。せーの。だんだんこう上げてちょっとお化けの手にしてください、これ。ね。で、あんまりこう、シッとこう、短くならないように、1、2、3ぐらいまで上げて、4で離しちゃっても構いません、これ。ね。もう書きますね。せーの。レード、7、2、3、4で一回上げて、上げるって言うと、こうやって上げるんじゃないですね。こうやって上げたことになります、これ。これ今音鳴ってないから。ね。これが 4拍数えたらこれでいいわけね。で、その次、ラシドラソですね。で、指がこんな風になってしまわないように、ちょっとこう、おいでおいでおいでって感じで、こうね、丸く丸くしましょう。じゃあ、ラシドラソね、8が飛ぶとこいきますよ。せーの。ラシドラソ。
これ3拍ですね、これね。で、これも終わった時にしっかり上げます。ね。ちょうど手が、こう、ブラブラとお化けの手の形になればいいです。これが、パッとこういう風な手にならないようにしてください、これね。じゃあ、2段目いきますね。お池の周り、一番難しいところです。ゆっくりいきますね。こことね、ここと一緒ですからね。で、お池の周りの一番最後、C です、これね。真ん中って引きにくいですよ、これね。真ん中、中指でこう C 引いてくださいね。せーの。シドレシソップね、間違ってシドレとって弾く人多いんです、これね。隣隣隣、元に戻るんです、これね。ここ自分のお家と思ってください。隣に遊びに来ました、遊びに来ましたね、自分の家に帰ってきましたと思ってくださいね。順番に行って順番にこう帰っていくんじゃないってことね。最後遠いお家まで行ったら一個飛ばして、よいしょ、ここに帰りますね。もう一回行きますね。お池のってとこね、せーの、シドレシストップできましたか、ね、シドレまでいったらシで終わる。次、お池の周りにの周りにところはラーから始まる。今度ここのお家の人がね、隣隣遊びに行って飛んでね、元のとこ戻りますこね。ラシドラ弾きますね。せーの、ラシド、ここラストップ。線があるごとにストップしてください。ちゃんと弾けたかどうか。どんどん、間違ってどんどん行かないように。あ、次ここまでできたかな。じゃ次ここまでできたかなとしますよ、これね。ノバラガのところですよ。はい。もう2、3指が3、ね、C の音になってますか、これね。ノバラガ咲いたところですね。C。せーの。C、ドレ、C ストップ。ね。間違ってシドレドになりませんでしたか、これ。シドレ、C ですね。じゃあ、その次行きます。ラがお家で、ラシドまでで、ラに戻ってきますね。はい、ラから。ラシドラ。じゃあ、今のところ続けて弾きます。シドレシラシドラシドレシラシドラ。うまくいけなかった人はね、そこでちょっと止まって待っててくださいね、これね。じゃあ、もう一回いきますね。お池の周りにからいきますよ。シから。せーの。シドラシド、ラシドラ、次シドレ、シドレシ、次ラシドラ、ラシドラ、ここがねちょっとね、あのぐちゃぐちゃになっちゃう人はね、もうこの読みからもう一回やってくださいね。でこの、うん、まずシドレシができるかどうかね、うまくいったら次ラシドラ、うん、ね、ちょっと区切って練習してください。じゃあ、一番最後の、ブンブンブン8があって、これ、初めと同じなので、ね。小指がレですね、これね。で、全部指丸くしてください、これね。せーの。レ、ド、シ、4つ数える間手を上げます。次、ラシドラソ。ラシドラ。だんだん手を上げて、今度はお膝の上まで手を持ってきます。ね。あの、今私こう手を上げたところって、ね、ちょうど歌うときに、こう息吸う場所なんですよ、これね。レ、ド、シまでスラついてます。こう音切っちゃダメ。レ、ド、シってこう切らないようにしてくださいね。あの、押さえててもね、あの、切れちゃう人っているんですよ。よいしょ。よいしょ。こういう風にならないようにね。あの、もし難しい人はね、こうやったりね、こうね。あの、もし子供さん弾いてたらお母さんこうやってたりです。こう。上げちゃダメ。くっついてもいいです、これ。ね、こういう練習よくやって、後からね、手を離すとうまくいきます。全部一緒。ね、公園にね、レイちゃんが遊びに来ました。ね、ドーちゃんも遊びに来ました。一緒になりました。シーちゃんも遊びに来ました。三人一緒。はい、さようならとこうしても構いませんので、ね、あの、よいしょ。これ切れないようにね、まあ、ちょっとやってみてください。これね。あの、本当はね、ここじゃなくて、こう、肘ね、腕全体のこう重さでやればね、自然にこれできるんですけれども、あの、そのためには、後でやる、この膝ポンね、膝でリズムを取るのをよくやるといいです、これね。で、あの、このギューッとしたところと、それからスラーがないところ。ね。ここで切れるんじゃなくて、ここずーっと伸びてますから、この辺で手を離していいんです。ラシドラソまでスラーついてますね、これね。で、ここでスラーなくなって、うんなってるところでもう手を上げていいわけ。ちょうど、あの、歌うところでこうなってて、息吸ってところでこう、手を上げて構う。ここまでと息吸いにくいから、もう、あの、手一時上げなくていいですからね。
で、これもレードし、こうやって手をちょっと上げちゃいましょう。ラシドラソまで行ったら手を上げるね。ちょっと手を上げるところにこう息継ぎの部位のね、印、次に出てもいいです、これね。それから、これがうまくいったら今度は左手ね。左の読み方なんですけれども、どうしても読めない人はね、このヘヨン記号のちょぼちょぼあります、これ、ちょぼちょぼ、これ、点々。この下のちょぼちょぼ、この点のところにあったらミなんです、これ。上の点にあったらソ。下からミソって言ってください。はい。下からミソ。ね。このミソだけ覚えておけば、何の音かわかります、これね。うん。これで、これね、ミとか下の音が出てこないんです、これね。このちょぼちょぼのこれがソ。ね。ソはどれかなって探す練習しましょう。はい。ソを探してください。この点のところね。はじめの線と2番目の線の間にこう、ね。お団子があれば、これソですから。こう違いますね、これね。これソ。これもソですね、これね。ここソがありません、ね、これ。これさっきと一緒だから、このちょぼちょぼのここにあったらソ。これ。これ。ね。そういうふうにちょっと見つけていきましょう。じゃあ、このソの上にあったら、この線にかかっちゃうわけだから、これはラ。これラですね、これね。はい、ラを探しましょう。棒のとこにあります。これラ。次はないですね、これね。さっきと一緒。ここラ。ラ。ね。これで同じ音を探しましょう、これ。ラの上って何ですか？ね。もうここの線の上にポン乗っかっちゃいます。これシですね、これね。今この辺の音やってます。これ今ソーラーシでこう来てます。ここの音ですね。こっちのソーラーシじゃないので、これね。で、シはここです。で、一番上のこの線にポン乗っかっちゃってるんだ。これシ、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 シ。はい、シを探しましょう。これ、シ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 。ね。これで自分で探してみてください。これぜひね、この動画撮りた後もね。自分で探す。シの上は、まあ、一番有名なドです。ここの真ん中のドは線があります。これね。これだ、どの、この形がドなんじゃなくて、この、ね、ここ、線で5本しかないから、このあたりって、ちょっと空白のところで線ないわけです。だから階段足したのはこのドレミのドの横の横棒なんです、これね。うん。だから、ね、この形で覚えたら高さ、C の上は、ね、この上階段ないから階段横棒を作りました。ね。そこに乗っかってるのがこれドです。うん。まあ、ドはあんま有名なんで、まあ、探さなくていいでしょう。ドの上、さらにこの棒の上にね、このドじゃなくて、この上にっぽい乗っかっちゃってるのは、これがレなんですね。今ここまで行ってドの上これね、これが棒の上に乗っかっちゃってこれがレなんですよね。レレレレばかり探しましょうか。レこれレです。これだからでも4拍4拍4拍長いです。レレレばっかり探す練習ね。でそこまで読めたらね、今度はドレミをちょっと言っていきましょう。これがね、で左手引きますね。これね、一番最初は3って書いてますから、これ3の指が4って言ってください。せーの、3の指がシです。これね。シレラレ。ここ弾きますよ。これね。じゃあ、皆さんはシレラレを言っていってくださいね。せーの。シレラレ。次、ソ。ソレシレ。次、ドシラ。ドシラ。ドシレシソ。シです。これね、まあ、ここ簡単だから飛ばしますね。レばっかりです。この真ん中ね。でレばっかり。ここさっきと一緒。シレからね。せーの、シレラレソレシレドシラドシレソ。ここまではちょっと難しいと思う人はね、これまた動画ちょっと戻して、もう一回何回も読んでください。これね。じゃあ、読めたところで、これ弾く練習します。これね。3の指がこれ、シですね。これね。じゃあ、手を置いて、一緒に弾きますね。これね。シレラレ。音が飛びますか？気をつけてください。これね。ゆっくりいきます。一番最初のところです。こう、左手ね。これね。シレから。ここですね。次、レも用意してくださいね。せーの。次、ラです。ここ。ストップストップストップ、うん、ここまでね。もう一回シレラレからね。せーの、シレ、次ラ、ラレ、次ソ、ソレシレ。意外と最後のシレ難しいね、これね。で、その次ですね、
3小節目、ドが出てきてるとこね、ドシラドから、せーの、ドシラド、次シレ、シレシソ、今ここですね、これね。ちょっと難しいなと思う人はね、その読む練習に戻ってよくよくやってください。あの、この動画、一日のうちにね、全部片手、両手、全部弾けなきゃいけないわけじゃないので、でこれを1週間ぐらいかけてやるわけですね。だからここまでの動画のところを、ちょっとね、2、3日かけてやっても構いませんので、で次行きますね。ここはもう、レばっかり。ね。で、最後はもう、初めとも同じなのでやりません、これ。ね。と思ったところが、最後、違いましたね、これね。今やって気がついた。最後、しれしそが、しれそうに変わってます、これね。で、一応やりましょうか、しれられからね。で、ここからいきますね。一番最後の段ですよ、左ね。しれられ。真ん中の指、せーの。しれられ。それしれ。それしれ。どしらど。どしらど。しれそ。しで、両手の練習に入る前に、私ここでやりますけど、皆さんは膝の上で、ね、今、両手引くのか、右手を引くのか、ね、左だけ動くのか、これをね、これを見ながら、こう縦のですよね、こうなってたら、両方です。両方、左、両方、左。ね、引いてるつもりで、膝ポンポン打って、膝打ちやっててくださいね。私ここでやりますけどね。では、膝ポンします。リズム打ちですね、一番最初から。せーの。たーん、たーん、たーん。次、どっちも一緒ですよね。たーん、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 たーん。二段目いきます。たーん、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 タン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 、三段目、タン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 、最後はちょっとゆっくりめに小さくね。この膝ポンやるときにですね、これメッゾフォルテちょっと元気よく演奏します。この真ん中メッツピアノって書いてあるんです。この子 MP って書いてます。これはちょっと優しくね。そんなに大きくね。で、また最後にメッツポールで出てまた元気よく。ね、うん。なので、一番最初はちょっとハチさんが、あ、美味しそうな、ね、なんか、匂いがするな、お花が咲いてるな、は、ね、蜜、食べたいな、なんかこう、言ってます、これ。集まってくる感じかな。で、ここで、ね、ハチさんがちょっとお話ししてる感じかな。ちょっと静かな感じ。で、またボンボンボンこう飛んでて、また次のところ、行ってる感じが。なんかこう、景色を思い浮かべるといいですね。これね、かわいい味がね、絵がありますけども。ね、ちょっと動きがあるところと、ちょっと止まって遊んでるところ。で、また動いて、またどっか行っちゃった。ね、飛んでいっちゃった感じ。どんどん分けたらこう、ね。だから強く、弱く、強くっていう風に覚えるんじゃなくって、ちょっとそういう景色を思い浮かべてやりましょう。で、膝ポンがうまくいった人は、ね、やっと、両手やってください。で、両手やるときも全部こう、一日のうちにやる必要はありません。最初はまず一小節目。うまくいかなかったらもう一回一小節目何回もやってください。三回でもね。で、まあ、できれば二小節目までいけたらいいですね。ここでそう一区切りがきますので、ね。で、ここまでうまくいかなかったら、三回ぐらいやります、ここ。で、だから主に、レドシは簡単だから、だから左がうまくいかないと。左ばっかりこう、練習したり。ね、します。ね、手の形がこう踊ってしまう人は、こう、右手をグーにして、左パーにして、こう、ギュギュギュ、これをね、しょっちゅうしょっちゅうやっててください。ほんと、これはね、300回ぐらいやらないとこう効果ないんですけど、まあ、もうね、ちょっと、子供さんの場合は10回とか、20回だけとか、でもこうやってみてください。キューね、粘土遊びとか、ね、こう、物を掴む、鉄棒とか、運転とか、まあ、やらないかもしれないけども、手を掴むね、こう、手で何か物を掴む、遊びいつもやってると、もう勝手にも手ができてきますので、こう弾けますね。もちろん伸ばしてる方法をね、ピアニストでこうの伸びて弾くの、柔らかく弾きたい場合、こう弾くやり方ありますけど、それでも、やっぱり音を弾くには、コントロールするためには指がね、ちょっと少し曲がるんですね。曲がった方が、
優しい音とか強い音とか悲しい音とか感情が、ね、ちゃんと乗るんです、これはね。だから大人になったら伸びてもいいんですけれども、ちょっと今まだ成長段階だとこうグラグラですので、一応丸くしてね、弾くように。そのためにこのグー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 ってこっちをパンにしてグーにしたり、左弾くときはこれやってみたりね、うん、でこのままこう今膝ポンしましたけども、こういう運動をよくやってくださいね。じゃあちょっと要点弾いてみますけども、初めの2小節で一旦止めますね。右手は小指がれって言ってください。はい、小指がれ、ここのどんどん隣、ここのれですね、こっちじゃないですよ、こっちね、親指がれ、そうなってますね、これね。左は3の指がしって言ってください。はい。3の指がし。ここのしです、ここね。だからこの端っこの音見てください。どっちもそうになってますね、これね。ソーラシド。ね、ドがここにドがあります、これ。で、ここずれてるともう全然弾けませんので、これね。で、楽譜を縦にこう読まなきゃいけないので、レとしって言いましょう。せーの。レとし。この場所合ってますか、これね。これずれてたら弾けませんね、これね。レとシ、ね、ここを確かめてから、じゃあ行きますね。両方ですよ。せーの。次、ドとラ。次、シとソ。ゆっくりね。アイストップ、ここまでね。もう一回行きましょう。右手が、レ。左は、シですね、これね。せーの。ドトラ、次シとソ、まずここまでちょっと手を挙げましょうね。ここまでちょっと難しい人はここまで何回も3回ぐらいとかやってくださいね、これね。じゃあ次の 3小節目8が飛ぶいきますね。今度は右手のね、音はラ、左はド。このドの時にね、ついつい親指がドの気がして、これ弾いちゃう人が多いんです、これはね。ラとド。こっから、順番にこう行って、戻ってくると思ってる。ここ、お家と思ってください。自分のお家で、隣、で、戻る感じね。じゃあ、ラとド。8が飛ぶから。せーの。あ、外側に行きますね。はい、ラに戻っていきます。ここね。ストップ。次は、右手がソ。左シ。はい。レシソ。ここ難しいですね、ここね。でもう一回3小節目、8が飛ぶからね。右手がラ、左はド。こう確認してくださいね。はい、じゃあ8が飛ぶ。せーの。はい、隣。外側に行きましょう。隣ね。あ、ラとド。はい、次は外しね。レ、シ、ソ。ここだけでもね、なんかもう何日もかけてください。これね。じゃあ、二段目いきますね。左はずっとレばっかりだから安心してください。これね。もちろん右手が難しいので、お池の周りからいきます。右手がし、左はレと確認してくださいね。しとレになってますか？はい、じゃあお池の周りからね、あんまり大きい音でしない。これね、八さんがちょっとおしゃべり、ね、内緒話してるところ、ね。はい、いきます。せーの。はい、次一緒ですよ。はい。はい、一緒。はい、一緒です。はい、ストップ。ここ難しいかもしれませんね、これね。難しかったら、もう右手ばっかりね、何回もやってください。で、一番最後はね、初めと一緒のようだけど、ここ最後違う。しれそうで終わりですからね。じゃあ、一番最後3段目。右手はレ、左はシ。ね、これ確かめて置いてから、ここで弾きましょうね。せーの。ゆっくりね。はい、右はラで左ド。はい、ラとド。ソとシね。ね、ここまでちょっと難しかったところがあったら、ちょっと動画をもっと戻して、そこだけ練習してみてください。